こんにちは、シュです。今回はユーナ使ってコロシアムやっていこうかなと思う。で、継承がリーダーなし、ダブル銀地をなし。で、この子にシーン。で、リノーバールド風神か。で、フレンドがライナーだね。ってことでやっていきまーしょう。久しぶりだな、コロシアムやんの。全然ね、コロシアムやってなかったから、コメントでね、たまにコロシアムもやってっていうのがあったんで、久しぶりにやっていこうかなと思う。よいしょ、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 よいしょ。ちょっと待ってね。パズルがひどいな。ただ指が長いから割とご利用して、オッケー。いや、確かユーナが、10コンボかな ?10 コンボ最大倍率なんで、落ち込みにも頼っていきたい。よし。あー、ですげえ、これレベル上がんのか。こういうのってさ、なんて言うんだっけ、ローグダンジョンって昔言ってた記憶あんな。うわ、すげえ、レベル上がんだ。最近さ、このダンジョン全く来なくない？なんで来ないんだろう？やべ、これ繋がんな。どうすればいいんだろう？やべ、やり方がわかんない、分割の。1、2、3、4、5、6、倒せ。いいね、7。結構さ、ローグ型ダンジョンって割とキャラの性能良かったと思うんだよね。なんで全然来てもいいんだけど、ミルとかゼローグとかもそうだもんね。あれってまださ、開発途中的な感じなんだっけ？もうそれとも完成したんだっけな。なんか全然あやふやでわかんない。オッケー。昔生放送かなんかでさ、扉みたいのあってさ、その中から道を選ぶみたいなのがローグダンジョンだった気がするんだよね。ただそれは無理だったんじゃなかったっけ。はい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 。ああ、繋がんな。はい。オッケー。いや、マジでね、ユーナ情報修正して強くなったよね。で、軽減もね、あれば、なお良かったと思うんだけど、多分それやっちゃうとやりすぎなんだと思う。軽減までやっちゃうとね、倍率もめちゃめちゃ高い。うわー、すげえ、こいつ出んのか。うわ、あれだね。闘技場3にはないギミックだ。この、覚醒無効っていう。これワンパンできんのかな？ちょ、やってみよう。はい、1、2、無理だね。7コンボ強化もないし。あ、でも落ち込んだった。あ、これ倒せんじゃないかな。オッケー。そうか、こう、コロシアム覚醒無効が来んのか。うわー、なるほど。あー、間に合うね。ちょ、指が足んないな。どう？変に削るのが一番怖い。で、75% 軽減でしょ。どうしようかな。とりあえず銀地を使って。あ、でも結構揃ってるね。それなら、倒しに行こう。ワンチャン1コンボずらしとかも考えたけど、結構組みやすいからここは、倒しに行こう。OK、うまい。あー、ちょっと今火斜めに入れて落としにしてたんだけど、ずれちゃったな。いけ。よし。危ねえ、この覚醒無効マジ厄介だな。いや、これさ、昔さ、来た時マジで難しかった記憶あんな、コロシアム。その時ね、確か、まだラードラが超究極してない、全パラが乗らない時代だったと思うんだよね。で、水着メルでやった、水着メルでやって、全然勝てなかった。ゼウスがね、出ちゃうんだよ、裏ゼウス。で、これ一応怖いんで言うな、とこ。で、裏ゼウスが、コンボ吸収持ってて、そこがね、本当に苦戦してさ、勝てないなって思って諦めちゃった。やべ、これめっちゃいい場面だな、マッチが。オッケー。頼む、来て。これ多分落ち込む来ないと倒せない。落ち込ん。いいね。そう、ユーナの強いところはエンハンスなしで大抵の敵倒せちゃうんだよね。Pとかも余裕でいけると思う。よし。いいぞ。うわー、こいつ誰だっけ。うわー、回復あればベストだったな。まあ、とりあえず色呼ぼう。はい、変に削りたくないからこれで回復。よし、 OK。 あー、光の量も完璧。2秒。ただこのパーティー指長いから2秒ぐらいなら全然関係ないと思う。悪くないでしょう。やっぱマジで言うな強いね。普通にいけそう。よし、
あーでさ、もうすぐあれ来るね、水着ガチャ。あれで水着見る強化あるな絶対。パズドラってさ結構季節の方が強いみたいなとこあると思うんだよね。例えば例えばあいつエスカマリ、光エスカマリも本家エスカマリよりも強いし、あとカンナ、正月カンナも本家より確かリーダースキル強かったんじゃなかったでしょうか。あとカーリーもそうだね、図書カーリー、クリスマスカーリー、あれも本家より強かったもんね。いやなんで水着見る多分降臨の見るよりだいぶ強くなんじゃないかなっていう個人的な期待をしてる。でこれで十字がねまた威力を発揮する時代が来るのかもしれないですね。よーし、いいぞ、順調。うわー、硬い系か、こいつめんどくさいな。ちょっと早送りしよう。オッケー、終わった。でここ普通に貫通狙おうか、貫通いけんじゃないかな。やーべー、超ずれてる。待って待って、これやばいっす、だいぶやばいっす、パズルがひどいっす。いいでしょう、一応盤面最大だね。多分火属性のディノワルドでいけんじゃないかな。よし、いいぞいいぞ、結構安定だね今んとこ。ただ後半が難しいんだよね。あーそうだ、こいつ出るんだった、おー焦った、どうしよう。で、毒作ってるんだよね。これ、銀地を使おう。で、光多め、33。うわ、いいね。さすが銀地をさん。回復多いな。で、これ、ツーウェイ入れよう。誰か持ってんのかな、ツーウェイ。一応、ツーウェイ入れます。光のツーウェイ。あ、持ってないようでね。で、落ち込ん頼む。いいね。これはいったでしょ。オーケー、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 オーケー。そうか。あーで、ここは普通にワンパンいけそう。あ、待って、ゴエモンどっかで出たな。待って、ゴエモン、あれもう終わった、ゴエモンのフロア。確か、アグニと2択で出た気がする。この次かな。いや、この次じゃ、どっかで出たな。いや、ワンチャンこの次だな。ゴエモン。ゴエモン耐えられないでしょ、さすがになんか使わないと。いや、でも次じゃなかったような気がすんな。で、落ち込んだってください。お願いします。1個でいい。いいね。いいですよ。うん。うわー、そうか。魚もいんのか。やべえ。闘技場3より、やっぱこっちの方が普通に難しいな。さすがにワンパンされないよね。ワンパンされたら、ってなるんだけど。回復、回復。やべえ、やべえ。やべ、わ、落ち込ん乗りすぎ、あぶねえ、今あぶねえ、あぶねえ、今光入ってなかったね。多分光入ってたら発狂食らって死んでたんじゃない。オッケー、でここで倒そう。まあ、毒振りやすいやつだけど怖いな。このパーティー意外と回復力がないんだよね。なんでまあ、毒落ち込んが大量に乗ったら全然負けんな。頼む、毒落ちてこないで。よし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 、はーし、やっべ、これ攻撃耐えられないんじゃない。確かダメージでかかったよね。うわー、無事、銀地を使おう。やっぱ後半からちょっとやべえな。いや、銀地をね、マジ優秀だよね。こうか。はい。いや、ダメージでかかった気がすんな、ミルは。耐えれるかな、一回か。いや、一回かっていうスキルなしで一回耐えれんのかな。ちょっとワンチャン負けるけど、いきます。いや、スキル使ってよかった疑惑あるな、これ。これ負けたら、
どうしようかな。土下座しよう。この次バインド飛んでくるんだよ。バインドってリーダーバインドだっけ、サブだっただけ、サブだけだった気がする。サブだけだった、思い出した。これバインド飛んでくんだよね。だから回復する必要はないけど、回復やばいんで回復します。待ってね、パズルがやべ、壊滅的やべ、パズルひどい、パズルうますぎ。オッケー、回復回復、くー、いやただこの子バインド回復持ってんだよね。これライナー使おう、ライナー使います。そう、つえ、見る見る、マジつえ。はい、さすがに耐えれるでしょ、耐えれるっしょ。あ、これ回復作れば2列いけんじゃない。お、2列いけるね、いいぞいいぞ、順調。はい、いいね、これマジ優秀、この緑のキャラすごいありがたい。わ、終わった、吸収向こうで倒しちゃおう。吸収向こうじゃない、向こう向こうだね。なんかね、パズルは本当に壊滅的だな。1,2,3,4,5,6、 いいね、8いけばいけるでしょう。いけ、さあ、なんでもいいぞ。あ、ゴエモンじゃん、あぶねえ、ライナー使ってる。あ、奇跡だ、うわ奇跡。わ、ルーキーズ見たいな。でどうしようかな、ここ一回、もう一回大ダメもらおうか。大ダメもらって回復一個呼べれば勝ちなんで、よし、変に削ってバインドとかもらうのが一番ダメ。よーし、よし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 、さすがにいけるでしょこれは。お、むず、うわ、盤面割る。いや、これ負けんな、打ち込んないと盾が止まんねえ。1,2,3,4,5,6 じゃダメだろ、やばいやばい、待って、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶない、わあ、よかったー。わあ、しかも圧縮。次、マシンかな、マシンヘラか、マシンなんとか出たかな。あぶねえ。ちょ、7コンボ出すのと出さないのじゃ、このパーティー、マジ火力が全然違うんだよね、今。今、6コンボだったよね。盤面悪くない盤面。盤面悪くないこれ。1,2,3,4,5。あ、でも7あるね。7あれば余裕なんですよ。さあさあさあ。うわ、忘れてた、忘れてた、ここあんのか。これ、副属性でいけないかな。とりあえずユーナ貼ろう。ユーナ貼れば耐えれるでしょう。いや、銀杏の方がよかったかな。そっか、マキナ出んのか。言ってよ。いや、いや、待って、これ銀杏の方がよかった説あんの。耐えれるこれ。やばい、ちょ、ミスったかもしんない、この判断は。耐えて、耐えて。あ、ユーだ。あ、でも、いや、ユーナこれ2ターン軽減になったのマジでかいかもしれない。今ここに来てでかさを感じてる。はい、で回復力はね結構乏しいんだよね。なんで今5個ゲッシュした。やめてな、なんで半分いくの。この次確かでかいダメージくるんだよ。なんでこれ貼ります。これさ、光外して組んでみようか。
よし来た、これいったでしょ。おっきゃ、危ねえ、マジこのダンジョン難しすぎんだろ。いやー、ユーナ使うか。ユーナ使えばさすがに耐えれるでしょ。いや、2ターン経験ありがとうございます、ガンホンさん。たださっきみたいに複属性削りがあるな、このパーティー。いやー、あんまコンボ組みたくないけど、回復呼びたいんすよね。オッケー、うわダメージでっけー、耐えれるな、まだ。うわ怖い、組みすぎだなこれ。光外そう。いい落ち込んなし具合だ。水、うわ水吸収か。うわやべえ、銀地を使います。ただここ抜ければ、うわゼウスの方が良かったな。水を水を、うーん、頼む、あ回復見たくない、回復見たくない。控え、回復1個プラス水ゼロ。よし来た、これいい盤面、超いい盤面。マジこれ落ち込んなければ勝った。ふぅ、やべ、なんか下手くそ、なんかパズルが今日ひでんだよ。頼む水落ち込んこないで。あぶねえ、あぶねえ、無言になっちゃうでしょ、集中がすごい。オッケー、であいつでしょ、分かってますよ。いやこれワンパンってされんのかな。あ待って、いや何も混ざなくていいっす。いやワンパンはさ、それワンパンされたらちょっとこのゲームもうあれだわ、怒るよ。じゃあ多分ワンパンしないで、ワンパンちょっとひどいんじゃないですか。おい余裕なんですね。でうわ光を作ってくれた、完璧です。さすがにいけるでしょ、多分盤面がよくあれ。待って、その前にコンボが雑。うわーちょ、ごめんなさい、やべえ、1コンボ損失。1234だ、7いけばいけると思う、7いけば。オッケーだ、オッケーっす。あははは、でこの子にシーン継承してんだよね。いけるかな、ただ結構もうグダってるから、もういっちゃおうか、光1セットしかないけど。シーン使おう、シーン使って落ち込み乗る、シーン使います。あパズルはいいよ、これ組み立てもちゃんとあるんだろうねきっと。はい、いやでもこれ落ち込んなくてもいけんじゃないかな。シーンはマジでこのパーティー指なんすよ。一個来ない、いけ、よし。いやめっちゃ難しかった、普通に。やっぱ覚醒あれ対応した方がいいね、覚醒対応しないときつい。あーでパーツもらえんのかな。あなんかパーツもさガチャで出んだっけ、友情ガチャなんか見たな。はい終わりまーす、バイバイ。